皆さんこんにちは、インスパイアのこたです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、久しぶりに、QR コード決済、PayPay のことについてお話ししたいと思いますが、なかなかですね、PayPay の方もですね、僕も、フォローしきれてなくてですね、知らないうちにですね、新機能とかバージョンアップしてることがありますので、ぜひ皆さんもですね、何かあったらですね、逆に教えていただきたいなと思うんですけど、ではその新機能のことについて今日お話ししたいと思います。では早速ですが、スマートフォンの画面からご覧いただきましょうか。ではこちらです。どうぞ。はい、ではですね、早速なんですが、ちょっと PayPay 開いてみたいと思いますが、はい、PayPay を起動します。はい、そうしましたらですね、はい、ちょっと戻しまして、まず一番最初ね、ここが出てると思うんですけど、この次のところのですね、左下から2番目の近くのお店っていうところ、ここでですね、近くで PayPay やってるお店を探せるっていう機能なんですけど、これはね、皆さんね、わかるかなと思うんですが、で今まではここのとこに例えばグルメとかカフェとかですね、このようなものが出ていて、そしてここまでだった気がするんですけど、この下のとこにですね、新しくブランドっていうのが出るようになったんですね。ちょっとこの辺を説明していきたいと思います。まず重要なのは、そもそもお客さんがどっか行きたいお店を探すときに最初に何を開くかっていう問題なんですね。今まではそれが Google だったのか、それが Google マップになったのか、食べログになったのか、インスタになったのかっていうことが大事なんだけど、でも今、PayPay が、今、まだね、6月ですからキャッシュバックキャンペーンもやってますし、そして、なんといってもユーザー数でですね、ダントツの、人数を獲得しているので、じゃあ、PayPay の好きな人は PayPay を使う店を探そうと思ったら、最初にここ開いちゃうわけですね。で、ここで、自分が今から食べ物を食べようと思うのか、カフェに行こうと思うのかっていうところで、検索ってことを始めるわけなんですね。では、例えばグルメってとこをしてみましょうか。はい、グルメってとこをしましたら、ここのとこにですね、近くのお店がこうやって出てくるわけですね。で、何々とこう見てってですね、で、キャッシュで消費者還元事業対象とかですね、なってるとこ、なってないとこっていうことで、こうやって見ていくんですけど、じゃあ、例えば、ここね、ここをキャッシュで消費者還元対象になってるんだけど、ここなってないわけですよね。そしたら、なんだって言って、こっち側の方にしようかなってなるかもしれないですね。では、ちょっとここを見ていきますと、はい、ここのとこに、はい、こんな店ですっていうのが出てくるんですが、こんな感じでね、何も情報が入ってない。写真もないし、お知らせもないし、レビューも入ってないし、みたいな感じだったら、よくわかんないしなと思って、次の店にしようと思って、例えばここにしようかなとかってこう選んでいくわけですよね。これは今まではこれを食べログでやったり、グルナビでやったり、インスタであったり、Google マップでやったりしてたのが、PayPay でやった時に、ここでほとんどの人がまだこの状態なので、ちょっとやるだけですね。すぐ差がついちゃうんですね。じゃあちょっとね、そんな感じのことで、ぜひやっていただきたいのは、ここのとこにですね、まずはレビュー、レビューを書いてもらう。もうこれほとんどゼロなんで、1でも2でもいいから書いてもらうってことですね。そして写真とかお知らせとかレビューとかあります。写真は、お店の中の写真とかメニューとか載せれますので、これ載せようってこと。で、お知らせは、これ後で話しますけど、投稿した内容がですね、お客さんのところに届くようになったんですね。これ以前に僕が動画の中でですね、このお知らせ機能をみんなが使うようになったら、SNS の、SNS 化されるんだということで、すごい重要だって話をしてたんだけど、でも当時はですね、投稿してもですね、出る場所がなかったんですね。だからわざわざ店に見に行かないと出ないので、ちょっといまいちだったんが、これが出るようになったんで、やばいって話を今日したいんですね。で、レビュー。レビューも、今までは、レビューをいちいち書きに行くんかって話だったんだけど、これがなかなかめんどくさい。ね。だけどこれもですね、まとめてできるようになったんですね。まさにこれは、Google マップの機能っていうのが、PayPay 側に入ってきてるっていうことなんですけど、ではね、ちょっと順番に説明していきますよ。はい、まず最初に戻りまして、はい、ここでお店をね、PayPay が使えるお店を探していくわけなんですけど、ここはですね、どっちかというと、ここにありますように、グルメとかカフェとか、こういったですね、お店なんですけど、もちろんもっと見るでいろんなの出てきますが、こうではなくて、一個下のところに行くと、ブランドっていうのがあるんですね。これはフランチャイズのお店ですね。何店舗もあるようなとこが出てきますので、ブランドを持っているとこなんかは、
ここでですね、選んでいけばいいんだけど、そしたらね、こんなのが出てくるんですよ。はい、フォローすると限定のお得な情報を受け取れますよとか出てくるんですね。で、何と思ってこうやって見ていきますと、例えばですね、ここのとこに、スキアとか出てきて、22万人がもうフォローしてるわけですね。フォローしてるんですよ。あの、ペイペイでフォローしてるんですよ。だから、これ、スキア、じゃあフォローしようかなと。で、こうやってまた見ていってたら、今度、ほっかほっか亭があるから、じゃあ、ほか弁もフォローしようかなって、これ17万人がフォローしてるわけですね。はい、フォローしようかなってフォローしましたよ。はい、そして、こうまた見ていきましたら、なんかないかな、あ、ガストだ、ガストフォローしようかなってフォローするとかってなると、ここがフォローになりましたよね。じゃあ、これでなんかわかんないけど、フォローしたよと思ってですね、はい、戻りますよ。はい、戻りまして、はい、今度はですね、ここのとこに、ブランドってとこ見ると、あの、右、ここですね、真ん中あたりのとこにフォロー中って書いてますよね、ここ。この、ここね。で、このフォロー中ってとこしたら、さっきのお店がこうやって出てくるわけですよ。スキヤ、他でガストっていうね、もちろんずらーって出てくるわけなんだけど、で、ここをこうやって見ていったら、スキヤのとこに、スキヤのウェブ弁当ですっていうことで、これ投稿あるけど、これ投稿あるけどさ、これ1個しかないわけですね。で、これ4週間前のものが上がってるだけなんですけど、じゃあ他弁見てみますと、はい、他の家庭の、住みっこ暮らしなんとかですって、これ1週間前に投稿されたものが1個だけはありますね。はい、ガスト見ていきましたら、はい、お持ち帰りテイクアウトとか、あ、テイクアウトできるんだとかね。で、店舗一覧ってやったら、近くにこんなとこあるよとか出てくるわけですね。便利ですよね。では、今度はですね、この下の方行ってみたいと思うんですが、ここまではあんまり僕も驚かなかったんだけど、この下がやばいんですね。はい、この下行きますと、お店からのお知らせっていうことで出てくるんですね。で、ここに、今いるとこの近くのお店で、Google My Business じゃないですよ。PayPay に投稿したものが出てきてるんですね。この安藤整体、療術院さん。はい、ここのとこのお知らせとこ見ると、このお知らせのとこに投稿してますよね。投稿したものが今出てきてましたよね。僕はフォローも何もしてないんだけど、出てきたと。で、このお店がいいなと思ったら、このフォローってとこを押したらですね、このお店の情報がここに出るようになるんですね。今僕はほとんどのお店をフォローしてないので、今こんな感じになってるんだけど、じゃあちょっとフォロー中のお店を押してみましょうか。はい、そしたら、さっきのガストとか、ほかほか亭とか出てきましたよね。じゃあちょっと一回ですね、戻しまして、このペイペイを一回ですね、外して、もう一回ログインし直してみましょうか。はい、じゃあ、ペイペイ行ってますね。はい、ちょっと ログインがありますから、ログインの後からお見せしますね。はい、では見てください。はい、ペイペイに入り直しましたよ。で、ここで近くのお店のとこを押してみますと、なんか今日どっか行く店ないかなと思って探したとしますね。はい、そしたら、この下のとこ、はい、お店からのお知らせのとこに、さっきフォローしたお店が出るようになりましたよね。だから、フォローしてなければ、何かを出さなきゃいけないので、フォローしてない店が出てくるんだけど、フォローしたら、フォローしたお店が優先的に出るので、そうするとガストが出たり、ほかほかでが出たり、スキヤが出たりしてますよね。で、この後からこれになるわけですよ。フォローしてないところになるわけですね。なので、このように考えていきますと、まず最初に自分が選ばれてフォローしとってもらえば、一番上にドーンって出てくるようになるわけです。もちろんこれフォローしてるお店になれば出ますけどね。この絞り込みしていなくても、ちゃんとこれが優先的に出てくるので、だから大事だし、逆に言えばフォローしてない、とこでも、ちゃんとお知らせの投稿をしていれば、その投稿が画面に出てくるので、そしたらそれ見て、その店に何々と思って気になって来てもらえる可能性ありますよね。だから、ここのお知らせっていうのは、ちょっとお得な情報、例えば、ドリンクサービスですとか、初めてのお客様はこんなことありますよとか、新商品ですみたいな、何かそういったですね、仕掛けしておくっていうのは、すごい大事だなってことがわかると思います。ぜひですね、これ、どのぐらいの人が、まだこの PayPay の近くのお店で探すっていうのを使ってるかわかりませんけど、逆に、ほとんど使ってなかったとしても、自分がやっただけで、その市町村の、単位ぐらいでですね、目立てる。もしかしたら県ぐらいでも目立てるかもしれないので、これをやらんようにやった方がいいですね。そしてもう一個ですね、大事な機能が、この一番右のアカウントってとこにあるんですけど、はい、このアカウントのページのとこにですね、マイレビューっていうのが出るようになりました。
このマイレビューっていうとこが、まあ、いわゆるですね、Google マイビジネスみたいなもので、Google マイビジネスも自分が行ったお店の履歴っていうのが出てきて、で、そこについてのレビューは後から書きませんかって、後からね、投稿できる機能があるんだけど、このマイレビューちょっと押してますね。はい、そうしましたら、はい、行ったお店っていうことで、ここにこうやって出てくるんですね。ローソン行ったでしょって。で、そこで取引したでしょとか、どこどこ行ったでしょってこうやって出てくるわけですよね。で、ここに出てきたお店に対して、じゃあレビュー書こうとかって言って、レビューをね、レビュー書くとかって言って書いてきるわけですね。だから後からまとめて書いていくこともできるわけですね。で、もちろん右側のレビュー履歴ってとこにしたら、過去に書いたレビューっていうのが、ここにこうやって出てくるわけですよね。このような形になってるわけなので、PayPay で決済さえしてもらえれば、後でレビューが残ってるので、マイレビューのとこからぜひレビュー書いてくださいと。レビュー書いてくださったら、次回こんな特典がありますとかですね。で、実際レビューした画面ってこうやって携帯で見せれば、自分が書いたアカウントであれば見えるわけなんで、書いてるのがあれば、そこに対して何かですね、お礼にっていうことをしていくこともできると思うんですね。ぜひですね、この辺も活用してみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではちょっと戻りましてですね、はい、近くの店のとこ戻りますよ。じゃあですね、今のような形で行けばいいんだけど、あともう一個ですね、便利な機能が、このページのですね、上の方を見てもらうと、お店からのお知らせって言って水色のボタンがですね、上の方にこう出てると思うんですけど、この水色のお店のお知らせってとこをしたら、さっきのところにこう飛ぶわけですね。なので、この近くのお店から何を探そうかなって時に、自分のお店をね、探しやすくなってるわけですね。で、ここのとこで、さらに検索窓をしていくと。で、この検索がね、あんまり賢くないんですよね。例えば、ここのとこで、テイクアウトとか、で、これでテイクアウトってやれば、確かにテイクアウトが出てきてるんだけど、全然ね、自分のとこの近くは出るわけじゃないので、これで探すってことはほぼ不可能だし、どっかのね、なんでもいいんだけど、何かで検索したときに、自分の近くのものが出るっていうのはちょっと難しいんですね。だからなかなかこれは難しいんだけど、まあ、例えば、お店の名前で検索した場合は、こうやって出てくるわけですね。はい、そうしましたら、ちゃんとこのようにですね、自分のページが出てきたり、そして写真とか出てきたり、レビューとか書かれてるってことがありますよね。で、今現在で、これ41人の人にフォローしてもらってるんだけど、そうするとですね、フォローってとこをしたらですね、僕の情報が出るようになってるかもしれないですよ。とだけ言っておきます。今ね、ここお知らせってやったら出てこないんですけど、多分この動画をご覧になってる頃に、ぜひですね、このお知らせのページ見たら何か出てきてると思うので、やったと思った方はですね、ぜひですね、特典ゲットしていただければと思いますけど、まあ明日、もし明日出なければ、明後日ぐらいには多分出ると思いますので、ぜひですね、ゲットしていただければと思います。まあ、こういうね、使い方もできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ここのデザインも若干変わりましたが、今いるところからの距離とかね、電話とかウェブサイトとかっていうものも出てますから、かなりですね、このページも作り込むってことは大事じゃないかなと思いますので、ぜひね、やってみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで、今日紹介したのは、PayPay の PayPay マイストアという機能ですね、自分のお店のページが作れるっていうこと、そして今まではマイストアで作ったお店のページを見てもらえることにはなかなか難しくて、その検索していくしかなかったんだけど、今はもっと簡単にですね、下のようなカテゴリーから辿っていくこともできれば、もしくはですね、お知らせを投稿しておけば、その人のニュースフィードみたいなところに一番上にドーンって出てきたり、もしくはフォローしなくても出てきたりすることによって、新しい人に見つけてもらえるって可能性もできましたので、これはね、やらんよりやった方がいいですね。ということで、ぜひですね、投稿、お知らせの投稿するってことをね、挑戦してほしいなと思います。皆さんまだまだですね、他の人を気づいてないから、やっただけで目立つんだけど、写真からのインパクトが強いので、ぜひ写真のとこにですね、何かわーっと思うような、美味しそう、わー素敵と思うようなものとかをあげといて、そして、まず1回来てもらう、そして1回 PayPay で決済してもらう、そしてレビュー書いてもらうというですね、この流れを作っていくといいんじゃないかなと思います。まあ、今回ですね、ようやくお知らせの、投稿がフィードに出るって機能が追加されましたので、これはね、ぜひ使って、集客、反則に使っていけばいいんじゃないかなと思いますね。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。